まで行ってさ、ちょっと誰かさ、誰かちょっと TikTok の ID 教えてもらってもいいですか。すいません。あ、それだ、ありがとう。あずみんか、あずみん120か、ありがとう。 TikTok 矢印、あずみん、ありがとう。 ID ってね、忘れちゃう。お、決済完了してきたって、ありがとう。今日岡田さんのこと6秒くらいかけました。もっと考えてよ。6秒、まあ6秒ありがとう、6秒も考えてくれ、もっと考えてよ。これから30分くらいはあずみのこと考えてて、この配信で。あ、浴衣祭り当選しましたって。ありがとう、8月11日。ありがとう。バイバイ。パスワード教えてもらって、いや、教えません。教えません、パスワード。ちょっと、ログインしようとしないでください。ありがとうございます。TikTok もぜひ見てください。あ、6秒間のパネル、お、ほんと？よかった。応援パネルのやつ、え、そう、傘借りれたよ結局。そう、なんかね、昨日の配信で、昨日の配信で、あれです、昨日の配信で傘を稽古場に忘れてきちゃったって言ったら、話をしたら、次の日雨降るよめっちゃってなって、えー、どうしようって言って、借りれるかなって言って帰ってきたんですけど、そう、結局借りれました、ホテルで。で、しっかり返してきた、返したよ。そう、稽古場あった、でも持って帰らなかった。明日天気予報見て、明日は晴れだったから、え、絶対雨降らないから、なんかさ、2個持って帰る。傘さ、2本さ、1本刺してさ、もう1本手に持って帰るのなんか恥ずかしくって。そう、だから、1本ずつ持って帰ろうと思って。今日は、借りたやつで刺してきて、それを刺して帰って、明日、また行くので、稽古場。明日稽古場行った時に、傘置いてある、その買った方の自分の傘を持って、手に持って帰ろうかなって思います。そう、さすがに二刀流恥ずかしかった。大丈夫、もう忘れない。ちょっと頭の中にインプットっていうか、カサ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 って思いながら明日は行く。でも、え、明日は晴れらしい、天気予報見たら。明日晴れマークでした。晴れそう、はこのまま晴れてほしい、天気予報覆らずに。え、よかった、本当に傘借りれて。え、そう、明日の声ラジね、そうなんです、私声ラジ出れないから、くるくるが代打で、そう、水曜日の声ラジくるくるに出てもらうの、多分ヒッピーさんとくるくるかな。そうなの、明日の声ラジはくるくるです。そう、天気のいい日に傘持ってる方がまずいと思うけど、気まずいか。いや、でもそれ、でも2本よりまだよくない。傘差してるのに傘持ってる方が、恥ずかしい。まだ、一本だったらさ、なんかあったんかなって思ってくれるかも。誰か。なんかあったんかなぐらいに思ってくれるかもしれないけど。
こんばんは。そう、え、ヒペさんも休みなの？え、じゃあ誰とするの明日くるくる。え、そうだ。ヒッピーさんもお休みなの？あら、じゃあもう水曜日の二人がお休みなんだ明日。え、じゃあくるくる誰となんだろう、どういう組み合わせなんだろう明日。そっか、え、めっちゃヒッピーさんだと思ってさ、あのヒッピーなんかいつもと違うじゃん、こいらじくるくるいつもと違うからめっちゃヒッピーさんのアドバイスしちゃった。アドバイスっていうかなんか、面白いよヒッピーさんみたいな、あのすごい楽しいからそんな心配しなくても大丈夫だよみたいな感じで、ヒッピーさん楽しいよみたいな感じで言っちゃったけど、ヒッピーさんじゃないんだ。あ、森道さんなんだ。なるほどね。森道さんか、いいな。私も森道さんと一緒にラジオしたいな。そう、こんばんは。コロちゃんとじゃないかな、絶対違う。コロクルラジオ急にワンワン、コロとお届けしてます、ワンワン。こんばんは。そうなんだ、局長。あ、なんか見た。明日か。え、忙しいね、それは。忙しデーだね。こんばんは。ねえ。日傘兼用。いや、なんかね、全然、あの、コンビニで買ったので、ビニール傘なんですよ。だから全然日傘とかじゃない。ただのビニール傘です。あの、マイ傘は持ってるやつ持ってくるの忘れちゃったんだよね、お家の傘。ヒッピーさんとくるくるの遭遇楽しみにしてたのにって。確かに、え、自分もちょっとね楽しみにしてた、ヒッピーさんとくるくるの絡みね。自分もちょっと楽しみだった。ヒッピーさんいじるのかな、初手からやっぱりくるくる。どうなんだろう、初手はいじらないか。こんばんは。え、前髪伸びてきたよね。本番までに切れるかな。どんぐらい伸びるかな、本番までに。ハサミとかないからさ、持ってくるのやばいよね。やっぱいろいろ持ってこなきゃいけないわ。それか今度なんかメイクさんに会うタイミングでメイクさんに切ってもらうか。どっちかですね、この前髪は。ありがとうございます、ありがとう、ギフトもたくさん。お、広島7周年の時の寝る明け休みに心しまっておくね、見つめてキュンされた。え、よかった。もうアッキーだけのあずみにしといて、そのあずみの。こんばんは。ねえ、え、明日暑そうだよね。日傘ね、本当に、折りたたみの日傘持ってくればよかったと思って。雨よけにもなるし。やっちゃいましたよ。晴れてる時ビニール傘持ってるの気まずくないって。え、でもこの前、晴れてる時にビニール傘持って、稽古場行って忘れてるから、もう。もうね、そう、稽古場に持ってったのが晴れた日だったんですよ。全然晴れてた。晴れてたっていうか、雨降ってない日に。雨降ると思って持ってっちゃって、稽古場忘れてっちゃったから、もう、一回やってる。晴れてる日に傘持って。こんばんは。愛媛のリリーベの日雨降らないでほしい。ね！外だしね。外でイベントの時雨降らんでほしいね。なんかでもさ、あれだよね。あれ7月だからさ、梅雨のシーズンだからちょっと怖いよね。え、展示パンダ、え、それに当たったの？
の？え、すご。え、どういうこと？え、待って、展示パネルって応援パネルとさ、展示パネルは違うの？昨日みんなが外れたって言ってたやつに当たったの？私ちょっと把握できてないか。応援パネルと展示パネル違う？私がサインかけるの？それ展示パネル？え、すごっ。めっちゃすごい確率当ててるじゃん。こんばんは。え、すごい、すごい。それサインかけるやつ？応援パネルもかける？このかけるのかな。応援パネルもかけるのかな。こんばんは。そうそう、応援パネルもかけるし、展示パネルもかけるのか。すごい、一人当選当たってるの。え、すごいじゃん。すごいじゃん。すごいよ、それは。結構。ラゾーナにいた黒人のセキュリティさんヒルにもいながら。待って、めっちゃ面白い。すごい。面白い、それ。それさ、ファンの方のさ、ツイートバズってて、バズってたよね、ちょっと。あれ、見てさ、稽古中だったんですよ。稽古の休憩時間中に携帯見てて、そのツイートを見て面白いと思って。でも STU の現場のさ、ツイートだったからさ、外国人のセキュリティさんのやつだから、ちょっと共有できる人が周りにいないと思って、あ、オキさんと思って、オキさんに見せて、オキさん見てくださいこれっつって、今日のリリーベの現場のって言って店で、おきさんと二人で笑ってました。クスクス。何これって。そう。そう。この前の川崎のリリーベの時に、マッチョの、外国人さん、海外の方が、すごい、マッチョ目の、すごい大きい、がっちりとしたセキュリティさんがいて、そう。なんで、この現場にみたいな感じで、そう。ね、あの人が剥がしって絶対怖いよねって言って、沖さんと話した。もうそんな、こんなずっとあーってやってらんない。あの方が剥がしだったら、うん、ね、怖くて自ら手を離すかもしれない。ガチな、ね、面白かった、あのツイート。え、千穂さん撮ってたよね。そうそう。にしじちゃまかい。専属になっちゃう？ STU の専属 SP。強すぎるじゃろ。そうだよ。結婚しててたら待ってね。プロポーズしないって、プロポーズ良くないっつって連れてかれちゃう。こんばんは。ねえ、横並んだらどんぐらいあるんだろう。ハスミの2倍あるかな。ありそうだよね。でもじゃん、今日の購入品紹介、干し芋。干し芋です、今日の購入品。じゃん、買っちゃった。夜ご飯買うついでに。そう、角切りタイプ。角刈りじゃないんですよ、角切りタイプです。どん兵衛は、どん兵衛は今日はちょっと気分じゃなくって、どん兵衛は今日ちょっと気分じゃなくって、どん兵衛買わなかった。ちょっと気分にならなかった。うん、そう、これ食べよう。あ、初見さんありがとうございます。ルピーさんありがとう。私も結婚して
ありがとう。ギフトもありがとう。読めてなくて全然ごめんなさい。これ美味しいよね。そう、広島と味が違う。え、赤いきつねも味違うのかな。いただきます。うん、うん、ふん、うまみーん。うまみーん。危ない危ない、美味しい。なんかね、お菓子って思って食べると、お菓子よりかは甘くないから、お菓子って思って食べたらちょっとあれって期待外れって思っちゃうかも。素材の甘さがあるので、素材の甘みって感じの干し芋ですね。だから本当にお腹膨らませようとかとか、の感覚で食べたら、うん、めっちゃ甘くはないって感じです。うん、そうそう、そんな感じの味けど、自分はこの感じが、この味が好き。甘すぎなくて、いっぱい食べ、なんかパクパク食べちゃう、食べたくなっちゃう。あ、ちょっと温めたら美味しいんだ。チンしたり。そうなんだ。やったことないわ。名前忘れました。うまみん。冷凍の大学芋。美味しそう。冷凍の大学芋。お芋って美味しいよね。お芋。お芋が好きだから秋が好きです。そう。芋と栗が好き。だから私は秋が好き。細いじゃがりこも美味しいよ。美味しい。あるよ、ここ。これが例のバッグでばらまかれた細いじゃがりこ。まだもうちょっとあるけど。そう。悲しかったです。バッグの中で散乱してた、気づいたら。あずみん干したらうまくなる。あずみんは干して。でもダメだし、食べてもダメ。そこで今日とあずみです。大丈夫、何があったんだい、元気出して。そう、焼き芋みたいな感じかも。結婚前提に小札応募しようと思ってます。待ってる。待ってる。それはいっぱい取って、うん、取ってほしい。結婚前提にね。結婚前提にまずは古刹から始めましょう。じゃあこんばんは。買ってみて、明日セブンに売ってる。その甘さ 2.5 キならだ、どの甘さ。むず。誰の甘さ？ノアピぐらいかな。ノアピって多分4人の中でもわかんないけど、甘すぎないけど甘いみたいな、甘すぎないみたいなところがあるから、ノアピぐらいかも。ノアピぐらいの甘さです、この干し芋。こんばんは。そう、そう、普通のより細いの。ほら、わかる？普通のよりも細いんです。うん、おいしい。これも結構細いらしい。細い分量がいっぱい入ってるの。だからなんかね、お得な感じがするの。
これ、美味しい。だから美味しいじゃない、なんかだけだけお得感あって買いたくなっちゃう。唐揚げくん買い占めて買い占めたら困っちゃう。あずみんが最近のお昼ご飯唐揚げくんなんだから。あ、今日は唐揚げくんのチーズ食べれた。チーズ食べれましたよ。あった。今日はチーズ、わかんない。まあでも映像わかんないよね。なんか本物のさあれとさ比べんとさ。笹田さん、受験さん、ありがとう。何と比べたら分かりやすいかな。干し芋と比べたら分かりやすいかな。干し芋と比べたらこんな感じ。分かんないか、分かんないね。あずみんの触覚と同じぐらいあずみんの触覚ぐらい、あずみんの触覚ぐらいの細さです。ほら、まんま一緒、触覚と。小指、あずみんの小指よりは細い。うん、触覚ぐらいの細さですね。結構細い、結構細いです。うん、うん、めっちゃ細いの。そう、実質アスミンの触覚これ食べたら実質アスミンの触覚食べてる。そう、唐揚げくん、なんかホテルでヨーグルト食べて、最近のルーティーン、ノファイ的のルーティーンできちゃって、最近のルーティーンはホテルでヨーグルト食べて、お稽古場行く前に唐揚げくんとこういうなんか休憩時間にパクパクって、割と長いからパクパクっとつまめるものを買って行って、あ、空き時間に食べてる休憩とかっていうのは定期的に盛り込まれるんですよ。とかはずっと出てるわけじゃないので、その空き時間とかにパク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 食べながら台本読んで演技見てみたいなやってます。唐揚げくんとが最近のルーティンですね。で、帰ってきて食べる。朝のビュッフェね、食べようかなって思ったんですよ。一応あって食べようかなって思ったけど食べてない食べてない、食べてようかな。なんかね、ちょっとね変わってるんですよね、うち今泊まってるホテルのビュッフェ。普通のビュッフェじゃないんですよね。なんか普通のビュッフェじゃなくて、で普通のビュッフェだったら行ってたかなって感じです。ちょっと普通のビュッフェじゃないから、行こうかな、行ってはみたいなけど、どうしようかなって思って、そのまんまもうかれこれ何日か経ちました。あ、8月12日浴衣祭り会いに行きますよ。ありがとう、嬉しい、待ってるね。浴衣祭り野菜、え、でも野菜ね食べてるよ、野菜食べてる野菜食べてる、夜に食べてる。朝と昼は食べてないかも。夜に野菜は取るようにしてる。あの、ね、ゆで卵最近食べてる。今日もゆで卵買いました。こんばんは。そう、普通じゃないの、やばい、栄養バランス栄養バランス。今日はなんか一本満足バーみたいなのも食べたそこで栄養をつけました。一本満足バーで
そう。あ、サラダチキンバーね。サラダチキンバーも、確かにそういうのはいいのか。確かに。なんかスティック状のやつあるよね。私さ、あの、サラダチキンのでっかいやつ。あれ、一個ね、お腹いっぱいになっちゃうんですよね、結構。うん。食べれない。全部食べれないってなっちゃうから。棒状のやつ買ってみようかな。そう、今日は卵あったの。スペイベのバーベキューあずみんとしたい。え、やりたい。やろうよ。来てよ。やろうよ。ちょっとね、当たらなきゃいけないけど、当ててきてほしいな。スペイベのバーベキューしたい。バーベキュー、だってこれ逃したら次いつバーベキューできるか分かんないもんね。バーベキューなんてめちゃめちゃレアだよね。一緒にバーベキュー、うん、絶対楽しいよ。一緒にお肉焼いて、だって一緒にご飯食べるの初めてじゃないね。当たらなきゃいけないんですけど、みんな申し込んだらみんなじゃないからね、あれなんですけど、当ててきてほしいなと思う。だって一緒にご飯初めてじゃない？一緒にご飯食べるの初めてじゃない？初めてだよね。一緒にもしもしご飯食べるの、お肉焼いて。こんばんは。え、カニカマ美味しいの？え、美味しそう。ローソンのカニカマ、カニカマ美味しいんだ。ローソンか。え、そう、ローソン、なんとかパーセント増しみたいなやってるよね、今、キャンペーン。ね。近くにあるコンビニがローソンなんですよね。8月11日に骨折外れても行くのか悩んでる。え、お話会自体にってこと？来てほしい。話したい。話したいです。浴衣だし、だし、いつもの、あの、お話し会とは、特別な企画やるから、絶対に、なんか来てよかった、って思ってもらえる企画するからね、来てほしいなと思う。8月11日に、お話し会。倍率どんぐらいかな、倍率どんぐらいなのかな、ね、当たったら、いやいや天国行く。行かないで。当たったら天国行くの？会えないじゃん、天国行っちゃったら。会いに、当てて会いに来てほしいよ。当てて会いに来てほしいよ。そんな一緒だな。皆さん、初見さん、ありがとう。コンビニは、セブンですね、私は。セブンが好き。けど、その、お稽古場の近くにあるのがローソンで、今、こう、近くに。行く経路の中で、セブンがないんですよ。セブンがなくて、ローソン。ファミマもあるけど、一番近いのがローソンなんですよね。だから、ローソン、だから最近は唐揚げくんですね。お昼ご飯が唐揚げくん。でも、コンビニはセブン派かな。セブンが一番よく行く。し、なんか、行きすぎて、何が売ってるかみたいな、大体把握してるから、行ってなんか迷わないんですよね。そう、ルーティーンで買えちゃう。サクサクサクって買えちゃうのがセブンだから、セブン行っちゃう。バーベキュー来てよ。
個別撮影会もね撮ってほしい。レアだからあれも。幕張おしましあるかなって、あると思う。1時間目と2時間目のお話し会話で当日券出る。うん、出ますね。エステアローソンって、なんかね聞いたことありますそれ。ドタイプ、これも可愛くて口とかめっちゃ気になって、嬉しい。タイプなのが嬉しいかも。嬉しい、めっちゃ。いや、ミニストップのソフトクリームはちょっとまた食べたい。食べたい、それはちょっと食べたい。セブンの麻婆チャーハン、カレーパン食べたことないわ、そこら辺。デザート系はローソンがうまいよ。あ、そうなの。でもそう、なんかね、ご飯は同じものルーティーン、なんかご飯はルーティーン化されてて、同じものをよく買うんだけど、デザートはずっとセブンばっか行ってたらさ、やっぱり変わり映えはしないじゃんか。なんか新しい出会いってないから、デザートはなんかもっと新しい出会いをしたいなって思いながら見ちゃうんですよね、いつもセブン行って。だから、うーん、デザート、うん、なんかあまりピンとくるのないなって思っちゃう。そう、ローソン行ってみようかな、じゃあ今度デザート買いたいなと思ったら。冒険ね、あんまりしないかもしれん。同じもの結構食べちゃう。絶対美味しいっていうもの食べちゃうかって。眠くなってきたら、そろそろ今日の小話一つもらってもいいです。出た。何それ、毎回じゃん。私は1配信につき一つ小話を絶対しなきゃいけない。いいですよ、小話ね。ちょっと待って、あったんよ小話。なんか、あ、これ今度話そうみんなにって思っとった話があったんよ。ちょっと待って、思い出す思い出す小話。ちょっと待ってよ、なんだったっけな。あ、思い出した思い出した、あった。これはじゃあ今日の小話。今日の小話です。なんか、あの私さ、今ね、ずっとホテル暮らしじゃないですか。ホテル暮らしで、洗濯物をね、ホテルについてる、洗濯機と乾燥機で、2日に1回ぐらいのペースでずっと洗濯をしてるんですよ。じゃないと、着替えがなくなっちゃうから。ずっとホテル生活で。で、だから、で、この前、よし、洗濯しようと思って、洗濯機行ったんですよね。で、ホテルに1個しかなくって、ホテルに何階もある、たくさん客室ある中で、2階の、ところにしかコインランドリースペースがないんですよ。しかも1台ずつしか。洗濯機と乾燥機1台ずつしかなくって。だから誰かが使ってたら、使えない状態なんですよね。そうで、空いてたんですよ、行ったら。空いてて、あ、空いてるわ、と思って、通過を、と思って、洗濯機こうやって回してたら、男の人が、洗濯機をね、自分の洗濯物を持って、トコトコトコってやってきたんです。で、あってなって。多分その人洗濯機使いたくって。でも自分も入れて、回し始めた瞬間だったから、あと思って、すいませんって言って、ごめんなさい、とかって言って、あとかって会釈して、それで、その洗濯機が終わる。1時間ぐらいで終わりますよって感じだったから、あ、じゃあまた1時間後に来ようと思って、その場所から、このお部屋に戻ってきてね、1時間ぐらいこうやって休憩して、あ、そろそろ終わったかなと思って1時間ぐらい経って、そのまた戻ったんですよ。洗濯機場所に戻って、終わってて、あ、よし、終わったと思って、洗濯物を取り出そうと思ったら、またその男の人が、同じ男の人がやってきて、その場所に。で、取り出してる私とその男の人が目合って、あってなって
気まずい、また会っちゃったと思って、あ、すいません、すぐ取り出す、な、取り出しますみたいな感じで急いで取り出して、その男の人もさ、まだいたのかこの人って感じの顔されて、男の人もあっつって客室帰っちゃって、そう、すっごい気まずかった。そう、そんな出会うって1時間も経ってるんだよ。だからその人もう終わったかなと思って、そう、多分来たんだと思う。まだ完全に私が終わりきれてなかったから、そう、めっちゃ気まずくって、やばい気まずいと思ってラブ？ラブ始まっちゃうの？っていう小話です。っていう気まずいって思いながら洗濯物を終えました。そう、なんか、いや本当だよね、まだおるんかいって多分思われた。うん、そんな出会いありました。ホテルのコインラントリーで偶然ばったり。そう、出会いをしました。運命ね。面白い。これはさ、もう気まずすぎて、もうこの直後気まずすぎてくるくる LINE したんですよ。ね、聞いてみたいな、気まずい出来事が起きたって言って LINE したら、くるくるにも言われた。運命じゃないって運命じゃないそれ、運命じゃないですどんな運命？洗濯機、洗濯機場所で出会う運命。そう、わかんない、どんな人かは。もうそれ以降会ってません。そう、まだおるんかこの中学生、大丈夫かみたいな。ひどいひどい中学生じゃないそれはもう違うじゃん。まだおるんかいこの中学生は、もうそれはちょっと違うあ、コインランドリーうまい。コインランドリーの恋が恋になってるのうまい。コインランドリーかも。ホテルの、ホテルで始まるコインランドリー。こんばんは。これで舞台の時最初にいたら面白い。あの時のあの人あの日、コインランドリーで会ったあの人運命、それは運命感じちゃう。もし舞台の最前いたら、それ運命感じちゃう。うん、逆に怖い、怖いかも、恐怖感じるかもしれん、運命じゃなくてそれで舞台最前いたらちょっと恐怖感じちゃう。え嘘ね、そう、一目惚れさせちゃう。え、 BGM 大丈夫？なんかおかしいのかな、画面が変な感じになってる画面。ペンじゃない？うん、ああそういうことね。っていう話ですね。お芋、え、あぜん舞台、え、まだチケット取れるよ。予定的に無理かな。27から31ですね。まだね、チケットね、販売受付中なの。そう。だから、
これそうだったら行ける、六業界ホールですね、東京の。これそうだったらチケットと取れるからまだ行けちゃうよ。あ、30だ、27、28、29、30、31ない30まで、今月は30までや。あ、トシさんフォローしました、ありがとう。え、セブン寄って、これ買っちゃう、セブン寄ってよ、これとこれ、これあるかな、細いやつかな、おすすめ商品と、これもおすすめ、昨日の果汁グミもおすすめ。あー、そう、欲しいも。あ、立行会ホールなの、六業界、六業界かと思った、立行会。27いける、うん、チケット受付中だよまだ、ぜひぜひ。立行会って読むんだ、特業会って言ってた、やばい。あずみーって言われちゃう。お、追加取れた、決済忘れないですね、ありがとう。決済みんな大事、大事です、忘れないように。28の昼は最高です、ありがとうね、嬉しい。28だったらお見送りあるんじゃない、平日だよね、あるんじゃない。頑張って皆さん、なでなでお願いします、なでなでよく頑張ったね今日も一日スプラ時代の親友が出ていくかもって。え？マジ？え？いや、私もさ、実は、行きたいんです。22日。22日行きたいの。とっても、ちょっとね、今ね、相談中。相談中、めっちゃ。こんばんは。ソラハさんの舞台、え、同じかも。うん。ソラハさんが前出られてた、除毛してっていう、その、イルミナスシリーズに私も出てる今回。だから一緒かもですね。こんばんは。ね、特典じゃなくて、平日はお見送りがある。うん、お昼か。お見送りがあるの。そう、多分ね、29、30はないかも。27、28がある感じだった気がする、お見送りが。特典じゃなくって、行ったらある。こんばんは。そう。そうそうそう、平日お昼。こんばんは。初日もある。あると思う。お昼にあるのかな？だから。うん。あるよ。あって気がする。多分ね、土曜日と日曜日がなかった。そう、お見送りがあるの。え？ AKB の劇場行きたいんだ！めっちゃ行きたくって。それも、あのね、マジで、調整してもらってる、調整っていうか、あのね、言ってるのを、この東京期間に行きたいですってマネージャーさんお願いしてて、でも稽古のスケジュールとの兼ね合いで、結構遅いんですよね、稽古終わるのが。だから、そう、頼み中。稽古との兼ね合いで行ける日お願いしますって言って言ってるの。でもね、そう、終わりがね、なかなか遅くって行けるタイミングがないんですよね、今のところ。いや、エアゲビ劇場行きたいよね。
劇場も行きたいし、あの公演も見たいんです。 AKB さんの公演。そう、しれっとどこかにサイン。サインはやばいじゃろ。STU 紛れるのやばいじゃろ。それはさすがに誰やねんってなっちゃう。こんばんは。え、ね、劇場もね回収しちゃうから。え、行きたい行きたい。僕たいもだし行きたい。あのユイリーさんプロデュース公演もう見に行きたい。しれっとアーシャ飾る。やばいやばい。サインよりやばい。しれっとアーシャ飾るのねえ、行きたいんです。そうなの、本当に。しれっと無理なんよ。お見送りにも参加できんのよ絶対。新公演ね、行きたいです。いや行きたい本当に。いつ行けるかなんですよね、スケジュールが。いつ行けるかなんですよね本当に。でもせっかく東京来てるからね、東京来てるのに乗じて行きたい。そう、今いろんなね歴代のね卒業生さんが出られてるよね。ゆずきお見送りあるみたいに全公演あずみん出るというか。そうそうそう、全公演あずみん出ます。うん、あずみん出てる全公演。そう、ほんと行けるうちにいろいろね行きたいとこ山盛り。山盛りなの、山盛りだけど意外とね、意外と行きたいものやりたいものが、まあでもそれ目当てに来てないもんね。私はお稽古をしにとの東京に来てるから。そうなんです、お稽古以外の娯楽をさ楽しむ楽しむ気満々で、あれ行きたい、桜坂のもだし、まあ全部ですよ、あれ行きたいこれ行きたい。言いすぎてマネージャーさんに、そう、うーん、公演もだし、あの劇場公演もだし、他のやつも。そう、ちょっとスケジュールちょっとまだ出てないから待って待ってって言われます。そう、でもねせっかく来てるからには、なんかねせっかく来てるからにはいろいろ見たり行ったりしたい。東京を満喫。観光もね言うて行けてなくって、新大久保行きました、行ったけど行きたい浅草とか。でもなんか浅草とかは、そう浅草、そうなんよね、浅草とかは一旦そう、もしかしたら家族と東京を回るかもみたいな話になってて、そこのルートがまだ出てないんですけど、そこでそこのルートが出たらそこで行くかもみたいな場所は一旦置いといて一旦置いといて、でそう他に行きたいとこ行こうと思って。でも行けてないんですよね。ちょっと行きたい、いろいろ。全然新宿とかの方も行ってないんですよ。渋谷とかも行ってない、今回。この東京いながら。行ってないんです、渋谷、新宿とか。そう。
そう。ご褒美だって、ご褒美ってことにしよう。あ、でも、休み時間、まあ、休み時間満喫はいいですもんね。そう、稽古を休んでるわけではない。稽古に空き時間に。原宿もね、行ってみたい。竹下通りとかも行ってみたい。行ってみたいけど、行ってないですね。なんかやっぱ一人ってさ、あんまり行動意欲わかんのかなってちょっと思った。一人になってみて。行動意欲わかんかもって。そう、行ってないの。いや、お台場も行きたい。だから電車とかで、あ、この線乗ったらお台場とか行けるんだ、みたいな。浅草行けるんだ、だけ見て。でもそれも稽古帰りとかで、ああ、時間も時間だし、またの機会だな、って思いながら帰ってますね、ホテルまで。そう。でも、あそこも行きたいんですよ。HMV さんとかタワレコとかも行きたいから、この期間中には絶対に行くって決めてる。その新宿、渋谷系、渋谷、新宿系は絶対行くって決めてるけど、ちょっといつ行けるかまだ、いつ行けるかなーって感じで、そう、探ってます。行きたいとこたくさんだよ。行けないでも全然。あ、転倒します。面白い。そうだよ。でも小屋入りがもうそろそろ、まだだけど、もうそろそろ小屋入りする。あと何週間ぐらいで。小屋入りするの。初めての小屋入りです。なんかね、舞台用語があって、やっぱり違うんですよ。アイドルでの現場の用語と、舞台の用語ってちょっとやっぱり、わからない用語いっぱいあって。小屋入りは、自分が、次舞台する立候館、立候会ホールで、リハとか、本当に、舞台の本番の場所でやるってことが小屋入りらしい。あと、ミザンスとかもある。うん。ミザンスわかります?皆さん。私も今日ずっとミザンスって言葉は出てたんだけど、ミザンスってなんだろうと思いながら、この何週間ぐらい過ごしてきてて、今日共演者の方に教えてもらったの。ミザンスっていうのがわからない、ずっとわからなくって、ずっとやる。ミザンス。そう、ね。いや、みんなボケとんよ、なんか。ミザンスの。なんざんすじゃなくて。ミザンスは、大喜利始まっとる。そう、なんか、その、立ち位置とか、そのなんか振りとか、動き方みたいなのを、そのなんか、の大まかな確認みたいな感じ。ミザンス。いろいろ他にもなんかあって、そう、いろいろあって、なんだなんだなんだって思いながら。思う用語もあったりしますね。教えてもらう、だからそういう時。ミザンスね。そう、ミザンス。共演者の方とは、でも、一番こう、舞台の中で、こう、仲良しなシーンがあるのが、この前、写真、X に載せてた、ゆうきちゃんっていう子なんですけど、ゾーイ役の女の子、ゆうきちゃんって子で、
そうゆきちゃんと一緒にこう出る役、なんかペアセットみたいな感じの役なんですよ、ゆきちゃんと。だからいっぱいいろいろ教えてもらってます。こうしたら方がいいよとか、この時はこうしてああしてとかって言って、一番仲良くなって教えてもらってる。あ、バータリも原音も使うかも。うん、バータリも、バミリーとかも一緒だった。下ハケ、上ハケとかも一緒だった。そう、あとはなんかこう席があって、席に座るんですよ。自分の名前が書かれてある席に座るんですけど、その席に座ってる近くの共演者の方に、みんな年上の方ばっかりなので、すごいもう優しいお姉さん方って感じです。みんなお姉さん方にすごい可愛がってもらってる感じそう、優しい。本当になんか差し入れのお菓子とか横にあったりするんですけど、食べたこれみたいな感じで、色そう優しくしてもらってます。優しい現場本当に。目当てあずみんで6月28日昼申し込んだ。え、嬉しい、ありがとう。28昼、え、頑張るね。お見送りもあるしかも、ありがとう。楽しみ、楽しみにしてて、頑張るね。こんばんは、頑張ります、頑張ります。よしちゃん、そろそろ壇上読みたいと思います。いやでも楽しみ、楽しみだけどドキドキ、ドキ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 する。みんなに早く見てもらいたいって気持ちと、うまく演技できるかなみたいなドキドキ感と、そうですね、頑張ります。でもあとも残り、でもちょっと楽しみにしててほしいなって思う多分アズミー、アズミーじゃない、ベルーってなる気がするみんなの反応は多分ベルーってなると思う感じの役柄ですこれ以上は言えない。13位ヌシさん、ありがとう。12位ディオンさん、ありがとう。11位クマタカさん、ありがとう。10位カイトさん、ありがとう。9位かけ37さん、ありがとう。8位徳島のひーくん、ありがとう。7位ケーセティさん、ありがとう。6位ニコライさん、ありがとう。5位ムリムリさん、ありがとう。4位ゆずきちさん、ありがとう。3位マス太郎さん、ありがとう。2位アジマスターポロンさん、ありがとう。そして1位はドゥル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 バン、カイトさん、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございました。また明日ね、明日も頑張りましょうね。一日おやすみなさい、なてなてありがとう、おやすみなさい、おやすみんです、バイバイ。じゃあねーね、あずみ撮ります、せーの、なーにー、ありがとうございました。バイバーイ。